国の形研究会は立憲民主党の派閥、議員グループ。2020年9月の新立憲民主党への合流までは旧立憲民主党のグループとして活動していた。通称、ングループ。1999年9月の民主党代表選挙でナ直との陣営についた議員を中心に結成された。毎週木曜日にンの自宅での会合を定例としていたが、 2002年12月に菅が党代表に就任して以降はかつて社民連で菅の同僚であった枝田沙きが実質的な運営者となった。旧民主党、民進党の中では左派、リベラル色が比較的強いとされていた。旧社民連、旧先駆け出身者や市民運動家の受け皿となっていた一面もあるが民主党時代は菅の選挙区である東京都、 枝の選挙区である岡山県の選出の議員も多かったことから人間関係をもとに作られたグループという側面もあった。所属の議員が重なる旧社会党系の新政局懇談会や古典派のリベラルの会と政策面で同一補調を取ることが多かった。2017年10月以降はサンクチュアリと並んで立憲民主党、立憲民主党の主要グループを形成している。 1999年10月20日に設立準備会合を開き、9月の代表選で、菅直人の推薦人となった、衆参約10人の国会議員が参加して、会長に相当する代表幹事に、枝さつき、事務局長に、河村隆を内定した。2000年6月の第42回衆議院議員総選挙では、現職15人のうち3人が落選したが、 新人15人以上が当選して、勢力を倍増させた。2002年9月と12月の代表選で菅を支え、菅が代表に選出されると枝がまとめ役となり、阿久津幸彦や水島博子など若手が中心に集まる、二十数人規模のグループとなった。2005年には、会員が50人を超えて会費なども増えたため、4月1日に政治団体の届け出をしたが、9月の 第44回衆議院議員総選挙では若手を中心に多くのメンバーが落選して打撃を受けた。菅はその後も代表選に出馬し続けたが、2005年9月の代表選では前原誠治にわずかに票差で敗れ、2006年4月の代表選では小沢一郎に大差で敗れた。2007年7月の第21回参議院議員通常選挙後、 枝が参議院議長に就任し、グループ座長を退任した。2009年5月の代表選では、菅は出馬せず自主投票とし、鳩山幸男が代表に選出された。8月の第45回衆議院議員総選挙を経た政権交代後の内閣人事では、菅は副総理県経,経済財政政策担当大臣に就任し、2010年1月からは財務大臣も兼任した。 また、2月には、枝野幸男が、行政刷新担当大臣として初入閣した。2010年6月2日に、鳩山が辞意を表明すると、続く6月の代表選では菅が代表に選出され、その後の内閣人事では、荒井壮が、経済財政政策担当大臣として、初入閣した。7月の第22回参議院議員通常選挙後、枝野が参議院議長を退任し、 8月23日にグループ座長に復帰した。9月の代表選でも官が再選され、その後の内閣改造では細川律夫が厚生労働大臣として初入閣した。2011年1月の内閣改造では枝が法務大臣、枝野が内閣官房長官に就任した。また、6月からは枝が環境大臣、 枝野が行政刷新担当大臣を兼任した。2011年8月26日に、菅が辞意を表明すると、続く8月の代表選では、自主投票としたが、枝が野田義彦の陣営の会合に出席するなど、大半は野田支持に動き、決選投票となった場合には、海江田万里以外の候補を支持することを8月29日に決定した。 野田が代表に選出された後の内閣人事では、平岡秀夫が法務大臣として初入閣し、枝野が経済産業大臣に就任した。11月には内閣総理大臣就任に際して、グループ会長の座を離れていた菅がグループ会長に復帰した。2012年1月の内閣改造では、小川敏夫が法務大臣として初入閣した。 2012年9月の代表選では野田再選を支持したが、12月の第46回衆議院議員総選挙では勢力を半減させ、官も小選挙区で落選して比例復活となった。2014年12月の第47回衆議院議員総選挙では民主党は11議席増にとどまったものの、復帰したメンバーも多く、勢力は復調となった。 2016年3月の民進党決闘後に行われた9月の代表選では立候補締め切りまで推薦人集めに苦慮していた玉木雄一郎に対してグループから菅や石橋道宏など3人の推薦人を出したことが報じられた2017年9月の代表選ではグループから枝野が立候補を表明しグループとしては8月9日に自主投票の方針を確認した一方 菅が、枝野の支援に回り、同日のグループ会合に、枝野を招いて、説明を受けるなどしていることから、枝野の支持グループの一つに数える報道もあった。10月の第48回衆議院議員総選挙では、9月28日の民進党両院議員総会で、希望の党への事実上の合流方針が了承された。一方、9月29日に、 希望の党代表の小池百合子東京都知事が、リベラル派は排除すると明言したことを受け、10月2日に、枝野が立憲民主党の結成を表明し、菅が決闘メンバーに名を連ね、いずれも、小選挙区で当選を果たした。悪ら落選中のメンバーも、立憲民主党公認で出馬、当選し、グループは10人町の勢力となった。2018年5月7日の、 国民民主党結成に参加しなかったメンバーが立憲民主党に合流すると立憲民主党所属議員ら約30人による勢力となり10月頃に合宿を検討していることが報じられた。2020年9月立憲民主党と国民民主党とが合流した新党に全員参加した。それに伴う9月の代表選直後の報道では 27人の勢力と報じられた。党代表にグループのメンバーである枝野幸男が選出された。衆議院議員、参議院議員、元衆議院議員、元参議院議員。議議員ありがとうございます。